猿たちが今、猿がいないと俺は何もできない。これ妹関係あったのかな、関係なかったもんだし。なぜこれ開いたのかな、外しても大丈夫、これ外してもう一回。大丈夫かな、あ、開いたままだ。よしよし、これが関係者、単純にあそこのタイルだけでよかったような気がする。みんないるかな、こっち側に。あ、一匹いた。タイルだけでよかったような気がしますね。よし、左とまず右。あ、待てよ、いるな。真似させる。よし、部屋クリア。あ、右にまたなんか見えるんだけど。先に左の部屋行こう。何もなし。真似させる。ここの上で蛇のポーズ。長者サム君に見えない。これかな。you
辺はクリア。あー、めちゃくちゃ大変。よし、倒して。下にも行ける。うわー、うわー、いっぱいいる。いやあ、これ大変だな。まずこっち側から行こう。あ、行けないんだ。これゴロンで俺一人で楽しみに行ってこようか。シェアクリア。これで、ああ、お猿さんたちを連れてくるには下にいる。おお、はい、全然見えなかった。部屋クリア。なん、ああ、ちょっと待って、どん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 、あ、待って、なんか武器変えちゃったな。誰と交換した俺。
松明か。ちょっと待ってよ。皆さんの武器の状況。そろそろ誰か壊れてるんじゃないかな。ああ、まだギリ大丈夫。あ、大丈夫か。よし。これは多分やっぱりその獲物をしないとダメってことですよね。この上でなやればいいのかな。違うな。じゃあ。これマジ大変だわ。この状態で？あ、ない。この中に正解があるとか？もしかして。あ、そういうことなのかな？違うな。あ、来てる。よし、やっぱり。大変すぎないこれ。待てよ、奥にいるな。一回ちょっと、下にも行ける。ああ。いやー、待てよ、下か、先下行こう。広い。
横からなら1個でいけるかな。下に行く道が、あっ、ちょっと待って、あ、そっからしか入れないんだ。ドローン保証は2817年まで。いやー、あ、これでおしまいか。広い。あっ、部屋クリア。おお、痛い痛い痛い。部屋クリア。
広すぎるよこれ。ああ炭は入れられないか。手羽先作り放題だな、帰ったら。どんどん部屋はクリアしてるんだけど、いやー広い。ちょっと待ってくれ。部屋クリア。何もなし。なんか道ある？あ、ないか。となると戻って。こっちか。あ、この部屋も何もなし。取り忘れてる。いたいたいた。どうしよう。
金属の釘。アイテム置ける。クソ置けない。だいぶ回りましたよ。行ってないのは？あとこっちか。お、またですよ。しかも歯車もあると。なるほど。まず部屋クリア。皆さんにちょっとついてきてもらって。やばい、死んじゃう。真似させる。いやー、ダンジョン長すぎ、ちょっと俺の体力が。部屋クリア。スタート違うか。
いらない。あだ、ちょっと、あ、もう武器ないんだな。お部屋クリア。よし、武器のない人、あ、この人だ。で、いやー、これ大変だな、このゲームは。これで、あとは誰だっけ。パンダさん。パンダさん、槍にしてもらおう。2時間ぐらいやってる、2時間ぐらいやってるんじゃないかな、もしかして。そんなことないか。で、これちょっとあれだな、食料まだ、あ、これあるか。やっぱりこっちかな。いや、あ、しかも猿一匹残ってる。なんてこったー。
部屋クリア。ああ、またあるこれ。あ、なったなった。大丈夫か。早くくれ。いやー、これ大変すぎるな。あ、死んじゃう。蘇らせるやつ。一つのダンジョンでこれだけ時間かかるゲーム。あ、違う。こうして、待って、アクション真似させる。部屋クリア。
と待てよ。じゃ小石じゃない。あ、ココナッツいらないか。頑張れ、みんなが。みんな頑張れ。もう俺リアルの体力もない。俺自身の体力が。あいつ読み出す。あ、やべやべ。どこ行った。あの浮かんでるやつを。あ、いた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 。よし、お部屋クリア。あ、なんか出てきたよ。はあ、おお、これで終わりかな。あ、猿がいる。金属の陰謀。あ、なんて聞いた。ヘトヘト、俺もヘトヘト。うん、ちょっと待てよ。この辺捨てちゃって。迷宮の鍵。待て待て。これは？これは？火の剣。あ、もう、何？このまま使えんの？これ。なんか、あ、これが壊れた時に、赤い宝石を持ってくれば修理できるってことか。初めからこれ使えるんだ。やった。おう。あ、そっか、お猿さん。あ、炭。待てよ。待てよ。ちょっと待って、いっぱいで。あ、俺、アホか。これを作ればいいんだ。あれ作れない。あ、ここに作れないんだ。なんだよ。大丈夫だし、あ、この猿を助けて、ハイジ。
よし。クリアですかね。まだ下あるな。にん。よし。戻ります。だー。あ、一匹そういえば残ってたな。メッキの中に。か、これは大変だ。ボックス置けない。はい、これもしかしたら2,3話に分けてるかもしれないですね。うん。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。